株式会社オーム電機は家電、AV 機器等の開発、製造、販売を主な事業とする電気用品のメーカーベンダーである。1955年に家電製品の小売店として創業し、1974年にオーディオキットパーツの製造ロシを開始して業種を転換する。1978年に開発した超薄型ステレを、 ブックコンポなどオーディオ用品の他に、家庭用配線器具、電話機、応援用品など様々なオリジナル商品を開発した。現在は、北海道、岩手県、茨城県、埼玉県、佐賀県、兵庫県に地域事業所を開設し、携帯ラジオやラジカセ、ヘッドホンなどのオーディオ関連から、照明器具、乾電池、電球、LED 電球、 微微陽関連商品など日用品まで幅広く取り扱い、全国規模の物流ネットワークを活用して、小売店や市場ニーズに対応している。静岡県浜松市の充電、産業用電気機器メーカーである、オーム電気株式会社は、関係を有さない、別企業体である。ラジカセ MCDK-555、M オーディオ機器、照明器具、白熱球。 LED 電球、懐中ライト、テーブルタップ、配線モール、互換インクカートリッジ、シュレッター、センサーライト風評被害オウム心理教事件で、他のオウム心理教と同音の企業と同様に、問い合わせや風評被害を多数ぶり、段ボール箱に印刷された社名を粘着テープで隠して新たな段ボール箱に、発売元オウムと表記し、弊社はいかなる宗教団体、 とも関係ございませんと記したシールを作成するなど、対策に追われた。排除命令から、厚生取引委員会は2007年11月20日に、株式会社オム電機が販売する、124S 超音波化け機、オマール -03 ミニライト付き化け機は、製品パッケージに記された効果を、実際は得られず不当景品類及び、不当表示防止法に違反するため、 一般消費者へその旨を公示することなどの排除命令を行った。商品の放送に、顔シャットアウト、蚊が逃げる、治療数、メスの蚊が嫌う、周波数の音波を発生などの文言を記載していたが、音波は発生するが蚊を寄せ付けない効果は認められなかった。ありがとうございます。